トゲトゲくん、ついに捨て台詞も言わなくなったねー。生地硬いんで、ハリネズミになりつつも生き残っちまうのが哀れだな。く、なんでしょう。心にきます。ほら、わしって、敗者に鞭打つのを本能的に嫌う。そんなピュアで繊細な面があるじゃないですか。二度と逆らうんじゃないですぞ。砦の防衛力が想像以上に強いな。最近は来る襲撃来る襲撃、毎度9割以上を月に返している。その影響なのか、襲撃を撃退してから次の襲撃が発生するまでの期間、なんだか長くなってきているような気がするぜ。ひ、たまたまかもしんないけどね。兵舎改め砦も増設し、そこに駐屯されている兵士さんの総数も増え申した。おかげさまで闘村は絶賛人手不足。村長、いかがでしょう。この辺りで一旦聖地の手を休めしてですな。新たなる入植者、ハロハロニューメンバーさん確保のために。ふむ、まあ、そうだな。最近は人手を他に取られているせいで、聖地の進捗具合も芳しくないしな。おお、ひひ、どうせなら一人二人じゃなくって、ドバッと来てくれると助かるんだけどね。うむ、そんじゃあ、聖地作業もほどほどに進行させつつ、今年からは、ティア4に至るまでの道のりで培った技術でもって、最終村人増援プロジェクト、サクサクっと進めていくとしよう。あやい。新成人のみんなも、一緒に頑張っていこうぜ。さて、村の人口を増やすとは言っても、いきなり住居をポン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 と建設していくのはミステイク。すぐにご飯が足りなくなっちゃうぜ。ですな、まずは食料。しっかりとご用意してから。うむ、ティア4に到達したことで劇場や寺院といった施設、改築が可能になったわけだが、この牛小屋についてもアップグレードして、さらにその生産性を向上させることができるようだ。働ける方の人数と、それに、飼育可能な牛さんの頭数が増えるようでござります。牛くんの数か。ひひ、最初は龍太郎と梅ちゃん、2頭から始まったのが、今はもう牛小屋2頭で20頭。最初は村人の皆さん、牧畜に不慣れな方も多く、出生率も安定しなかった。しかし、今はもうプロフェッショナル。毎年安定して、闘村にお肉やミルクといったタンパク質を供給してくれております。ふむ、牛小屋の位置も、この機会に少しだけ西に移そうか。飼育できる頭数が増えるとなると、今の場所では野草の量が足りなくなるかもしれん。確か、放牧地には緑が濃い場所がいいんだよね。はい、こちらの場所であれば、多少頭数が増えましても牛さんたち、春から秋にかけまして、食べる草に困ることはないでしょう。うむ、そうなると、次にやるべきなのは農地改革だな。牛の頭数が増えるということは、それだけ一頭用の飼料、すなわち麦なり根菜なりの必要量も増すということだぜ。東の防衛線を改造したんで、こんな感じで畑を数枚削っちゃったんだぜ。これまでの開墾でもって、最初の頃には痩せ細っておりましたこちらの荒野も、ああ、肥沃度も随分改善されてきたし、改善するためのノウハウもつかめた。もう、この手探りの頃に作った最小面積の畑も、その役割を終えたぜ。なんだか名残惜しいですな。最小面積の畑、効率的にはあまりよろしくない。うん、でもやっぱりみんなと最初に開墾した畑だもんね。ここは農地から宅地に変更する。村の景観どんどん変わってしまいますな。故郷への道景は姿形だけじゃない。どれだけ変わっても残るものもあるはずだぜ。あらかじめ村の西部にある盆地をコツコツと開墾してもらっている。この盆地はなかなかの面積があり、かつ食害を及ぼす鹿や農夫を襲うイノシシの姿もない。ここを闘村の耕作地として本格的に開墾していき、野菜や豆類、それに山や麦を輪作していくぜ。ふぅ、皆さん、この辺りで一服にしましょう。はい。ひひ、休憩ってなると雨、上がっちゃうんだから不思議なもんだぜ。そういや、ここ数年は干ばつも発生していないな。雨乞いが効いたのかもしれん。なわけないか。見てください、西部盆地。随分開墾作業も進みまして、土地の肥沃度もかなりの深緑。1マスが5メートルとして開墾済みの畑。その面積は約10万平方メートル。ピンとこないぜ。マクロスの5分の1くらいだ。もっとピンとこないぜ。耕作地の中央には農夫の皆さんがご休憩を取れる掘ったて小屋。もちもちろんろん水分補給用の井戸もございますし、急な寒波でも暖房用の薪、すぐに調達ができるよう、薪割り場も備え付けてございます。ご飯は近くの湖とか、それにそれこそ畑でも収穫できるから、わざわざ遠くの市場まで取りに行かなくっても、農夫のみんなが不自由することはないぜ。うむ、生産性の向上には労働環境の整備こそ肝要。本当は病害の伝播防止に、畑同士、隣接させない方がよろしいのですが、こうやってみっちり耕した方が風情があるだろ。見渡す限り一面の畑、その畑に溶け込むように、風向きのまま放火ざす風車の一段、この光景こそが村の耕作地にふさわしい。ああ、ようやく。
ようやく草原が芽吹いた。アンデル君。草原じゃないけどね。ふふん、行商人さんたちの背景、その絵にそぐわぬ景色になりましたな。これだけの面積の畑ならば、牛たちの飼料、賄っても十分に余りあるほどの収量を期待できるでしょう。っていうか、食べきれずに腐らせちゃってるくらいだぜ。人口が増えればバランスは取れてくる。新しい保存方法についても考えがあるが、まずは家畜だ。畑の開墾をしながら、牛小屋についても同時に改築と増設をしておいた。ふひひ、これが元梅の牛小屋だね。ただいまアップグレードの真っ最中ですぞ。そして、こちらがアップグレードをした牛小屋でござります。従来の牛小屋は飼育可能な最大頭数が10頭、ですが、こちらの改築した畜舎は、一つの畜舎で最大20頭、すなわち、現在改築中の5頭目、アップグレードが済めば、100頭の牛くんたちを飼育できるようになるね。牛を100頭ですか、はは。なんとも、感慨深いと言いますか。アンデルさん、どこを目指しているのかと言いますか。同感。多分初見の豆知識紹介コーナー。実は開墾した畑、後のせで小道を敷ける。へぇ、へぇ、へぇ。三平です。めげないもんね。気づいた時結構尊重衝撃だったんだもん。五番の目のようになりがちな耕作地、畑の中を縫うように敷かれし曲がりくねった小道、それすなわち農道。ふふん、これがあるのとないとじゃあ生活感が団地だぜ。収量は減るんですがそれは、コラテラルダメージ。ああ、なんだって。次は果樹園だ。もともと牛小屋があった放牧地帯を果樹エリアに変更していく。出入り口なきサークル型対比上、メディウスノアの隣に、新たに果樹園を増設していきましょう。ちょっと距離は離そうぜ。果物に匂い、移っちゃったらあれだからね。人口を考えるともう少し増やしたいな。果物は足が速い割に不足すると解決病を引き起こす。確か、育てられる苗はリンゴ、梨、それに桃か。梨がいいな。リンゴってさ美味しいけどなんだか安っぽいじゃん。おう、よし、この辺り一帯はリンゴ畑にして、少し離れた場所に、梨と桃の果樹農園もこしらえよう。果物によって収穫期が違うんで、3種栽培すれば、それだけ年間を通し安定した果物供給を実現できるぜ。保存効かないから、数と売れるタイミングでもってカバーするというわけですな。いや、一応保存する方法は、話は聞かせてもらったよ。あなたは、バカジタのマヌケくん。それもうただの悪口なんだよな。よく来たなマスケ。だがしかし、せっかくだが、今は特に買いてえもんは、ここ数十年ずっとそんな感じじゃないの。ひ、黄金の量もいつの間にか私らの方が持ってる側だぜ。いいかよろ。ははぁ、って、そうじゃなくって、ふふん、たかだかそれっぽっちのゴールドであまり調子に乗らない方がいい。僕に言わせればまだまださ、ようやく顧客リストの末端に加わったってところ。じゃあせっかく来たんだビール買い取ってくれ。毎度あり。なんだか悲しいね。これが資本主義です。は、そうしてまん丸な顔、していられるのも今のうちさ、これを見るがいい。ん？ジャムですな。ジャムだぜ。その通り、日持ちしないフルーツを、加工してガラス製の瓶に詰めた。ああ、なるほどなるほど。燻製にして長期保存ができない果物も、確かに、ジャムにしてしまえば。果物だって燻製にできないことはない気もするけどね。でも、尊重。ああ、うん。瓶詰め工房、果物、ベリー、根菜を持ち込み、ガラス製品に瓶詰めして保存食を作ります。とりあえず果樹園の裏手でいいか。あとはガラス製品さえ用意できれば。ふルネサンス。ガラス製品はね、デリケートゆえに交易で扱うには難しい。多分僕くらいじゃないかな。いや間違いなく僕くらいじゃないかな。こうしてまとまった数を取り扱えるのは。く、そういうことですか。そういうことさ、さあ、村長、ジャムやピクルス、作りたいのなら、僕からガラス製品を仕入れるがいい。ただ、その前に、これまでの飛ばされた幾年月、この僕を存在に扱ってきたことを詫びて。ガラスなら自前で作れるから。は？ガラス工房、ガラス職人は、かまどで砂を溶かして、上質なガラス製品を製造します。ガラスの素材になる砂、ここら辺は腐るほど埋まってるからよ。別にわざわざ交易で手に入れなくても。ひ、なんならあれだぜ。そんなに貴重ならたっくさんガラス製品作ってさ、うちの村の新しい特産品として売り出しちゃえばいいんだぜ。良心価格薄利多売でいきましょう。経済戦争でもって足元を見る悪辣な同業他社を殲滅する。これが資本主義です。まあ、というのは冗談で、あいにくとそこまで過剰に生産するだけの人的余裕はないからな。あ、うん、ふふん。マスケ、食料基盤が完成に近づき、いよいよもって、島村もお前が扱う嗜好品、その需要も高まりつつあるぜ。家具、それにスパイス。ふひひ、嗜好品がたんまりあれば、みんなが住んでる住居も、最後の改築ができそうなんだぜ。島村は対等な関係を望んでいる。また来い。次からは本格的に稼がせてやるぜ。
くん、甘く見ないでもらいたいね。ん？僕は銀舌のマスケだよ。銀と並び立ちたいのなら、それなりの誠意。そう、視界を覆い尽くすほどの、溢れるくらいの黄金を見せてくれなきゃ。ん、よろしい。は？マスケさん、来年また来てくださりませ。そんな、たった一年で何が。ふひひ、そんな邪険にあしらわないで、マスケくん。きっと、君の視線を釘付けにするぜ。うむうむ、まあ多分そうそう見られるもんじゃないぜ。なんだって言うんだい。お。それでは、1000人超えてもまだ余るほどの、盤石な食料基盤、一面に広がるたわわに実りしライ麦畑、金では買えぬ黄金の絨毯を眺めつつ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。またねー。